マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤すみかです。今回は食べて痩せるおやつについてお話します。あなたはダイエット中だからっておやつ抜きなんてもう無理無理とかね、またはせっかくダイエット始めた途端に職場の方とか知り合いの方からどうぞってねお菓子もらっちゃって結局なんかねもったいないから食べちゃったとかね、こんなことないですか？そこでこの動画をご覧いただきますと、痩せるおやつの食べ方、そしてダイエット中におすすめの痩せるおやつがわかるんですよ。ぜひ最後までご覧くださいね。この動画の内容はこちらです。1、痩せるおやつの食べ方3つのポイント。2、痩せるおやつトップ3ということで実際にご紹介していきたいと思います。痩せるおやつの食べ方3つあります。1つ目です。食事の一部として食べるなんですよね。おやつを食事と食事の間に間食として食べるからね一番太るんですよ。この間食ってね一番ねダイエットの敵なんですよね。なぜかというと食べるたびにデブホルモンと呼ばれるねインスリンが出るんです。このインスリンが出るたびに脂肪をですね、蓄えてしまうっていうそのきっかけを作ってしまうわけですから、やはり食べる回数というのはもうちょいちょいですね、何回も分ける食べるよりも食べる食べないオンとオフをですねしっかりと取った方が痩せます。なのでダラダラと食べるよりはもうこうなったらですねお食事の時間と一緒にもうおかずの一部だぐらいのねイメージで召し上がっていただくと一番痩せます。2つ目です。飲み物と一緒にということで、おやつの単品だけで食べたらやっぱりね太ってしまいます。なぜかというとこう満腹感を得ることができないからなんですよね。ですからしっかりと水分、この水分も大事ですよね。太るような炭酸飲料とか清涼飲料水ではなくって、おすすめは天然水とか、またはリンゴ酢を使ったドリンクなどですね、そしてノンカフェインのハーブティーとか、そういったものをおやつとセットで召し上がるとおやつを食べ過ぎなくても済みますし、しっかりと水分を取ることで腸にも蓋をかけませんから、ぜひおやつの単品ではなくて飲み物と一緒におやつを食べていきましょう。はい、そして最後3つ目です。お皿に移して量を把握ということでね、これね分かるんですよ。一度食べ出すとやめられない、止まらないって美味しいおやつありませんか？なのでこう袋ごと持ってねそのままこう何か見ながらとか話しながらとかこうながらで食べてしまうと、あ、嘘、もう一袋全部食べちゃったとかね、私もよくあります。なのでだからこそ前もって今日はこの一袋のね3分の1だけ食べたらカロリーこれだけだなって分かりますよね。袋見たらカロリーが書いてあって割る3をすれば大体のカロリーが分かるわけです。そうした形でしっかりとその量を測ってお皿に盛ってお食事のねおかずの一部としてそれを入れたのならば、それと同じぐらい取るようなカロリーのものを食事をちょっと減らしてみるとかですね、半分半分にちょっと調整してみるとか、そういった工夫をされるだけでも上手におやつを食べながら痩せることができるんですよ。ではここからは2つ目の項目、痩せるおやつトップ3ということで、今回は私が大好きなお店カルディさんで痩せるおやつ選んできましたのでご紹介していきたいと思います。で、私はこのねチャンネルでもういろんな痩せるおやつご紹介してるんですけれども、もう大前提はこちらです。腸内環境が整う食材を使っているおやつであること、そして無添加であることを大切にしてるんですよね。化学調味料や香料、人工甘味料、合成着色料って書いてあるような原材料のですねおやつは太ります。ですからそこをしっかりとチェックしていただく意味でも今からご紹介していきたいと思います。では第3位はこちらです。ドゥオリオのスイートポテトスティックということで、こちら原産国はタイですね。アジアの国タイランドから来てます。でこちらは原材料はさつまいも、スイートポテトですからね。で大豆、食塩、植物油脂、もうこれだけでできてるもう無添加のおやつになります。ちょっと早速で、ね、開けてみたいと思います。これね1袋 40g 入ってまして、エネルギーが
214カロリー、タンパク質が 0.7g、 脂質が 11.9g、 炭水化物が 26.0g なんですよね。なのでやはり腸内環境を整えてくれる材料なんですけれども、ちょっとエネルギーとか炭水化物の糖質系はどうしても高めなので、食べる量に気をつけてくださいね。私もね、このまま多分開けて食べちゃうとペロッと一袋いってしまうと思うので、ちゃんとお皿に移してね、残りは食べたいと思います。でこれとっても綺麗で、いろんな色がね入ってるんですよ。こうパッケージからもわかると思うんですけれども、オレンジ、黄色、薄い黄色と紫の4種類のね色が入ってるんですけれども、ちょっと1本目はじゃあ、一口サイズにしますね。この紫芋をですね、ちょっと割っていただきます。よいしょ、いただきます。もう食感が軽くて美味しいです。どちらかというとスイートポテトなんですけども、甘みはなくって、食塩が入ってますから、ポテトチップスのような、なんて言いますか、よくある日本で言えばじゃがりこ系の食感ですよね。でこの黄色です。やっぱりなんかお芋の種類で甘みが違いますね。今食べた方が甘いような気がします。おいしい。さつまいもは食物繊維もたっぷり含まれていますし、お野菜ですから適量を美味しく食べていただきたいなと思います。続いて第2位はこちらです。こちらもですね、面白いんですよ。なんとなんと原産国がギリシャ、グリークからね来てますね。でこれすごいのが、原材料名の一番最初にねケールが来てるんですね。緑黄色野菜の、私これを手に取った時にケールって言えば青汁ってね思ったんですよね。でこれどんなんだろうと思ったらですね、ケール、カシューナッツ、ひまわりの種、ピーマン、酵母、オニオンパウダー、リンゴ酢、食塩で味付けされてるというね、このチップスちょっと開けてみましょうね。でこちら1パック 40g 入ってまして、エネルギーが 220kcal、 タンパク質がすごく豊富で、なんとね 9.4g も入ってます。脂質が 14.7g、 炭水化物が 12.6g ということで、ビタミン A も、ね、いっぱい入ってますね。素晴らしい。このビタミン A は夜間の視力の維持を助けるとともに、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素ですと、ここにね書いてあるんですよ。すごいですよね。もう本当の健康的なおやつだなと思って、ギリシャの方いいですよね。はい、ちょっと開けてみます。青汁のね原材料にもなってるこのこれ皆さん、ケールって青汁になった後しか見たことなくて、ケールそのものって見た方そんなにないと思うんですけど、びっくり、もうケール丸ごと揚げてあったっていうこれすごいですね。すいません、揚げてないですね、ごめんなさい。これ油一切使ってないから、チップスって書いてあるけど、すいません、これそうそう油使ってないんですよね。要は味付けしてるだけ。うわ、ちょっといただきますね、一口で。なんか全く苦味がなくって、チーズのようなコクと酸味、めっちゃ美味しいです。これサラダとかスープのトッピングとしても使えますって書いてあるから、もう納得ですね。なんかすごくお野菜のなんか調味料系の、何て言うんだろう、調味料としても使っていいと思います。こちらケールってキャベツとかブロッコリーが原種の、お野菜で、ちょっとね普通苦味があるお野菜なんですけども、これは全然苦くないですし、もうほんと濃い味、もう1枚でなんか十分満たされたみたいな、それぐらい結構味は濃いですよ。これ食べ応えがあると思いますので、ぜひね召し上がってみてくださいね。そして堂々の第1位はこちらです。
見えますでしょうか。抹茶のきなこねじりになります。私ねもうきなこ大好きなんですよ。でも自分でもこのきなこねじね、蜂蜜ときな粉で作ったりもするんですけれども、このカルディさんで選んだこのきなこねじり、これ株式会社モヘジ、ひらがなでね、ひらがなでモヘジって書いてある会社さんなんですけど、こちらの会社さん結構の無添加のおやつ多くって、今までも何度も紹介してるんですが、どうしてもね私この抹茶味が食べたかったんですよ。抹茶、まあ、緑茶はねカテキンが豊富、ポリフェノールも豊富で、まあ、痩せ効果もあるからいいなと思ってたのに、行くたびに普通のきなこ味は置いてあるのに、これいつも売り切れていて悔しいってね、いつか絶対にね食べてやると思ってたんですけれども、やっと手に入ったので今回ご準備してます。ちょっとね開けてみたいと思います。もちろんねあの普通のきなこねじりも美味しいですよね。きなこのもう本当に風味とあの食感の柔らかさといったらね、もうこれもやばいですよね。やめられない止まらない系のねおやつなので、 1,2 本ぐらいでね済ませていただきたいなと思うんですけど、もう抹茶の香りがしてます。ちょっと一ついただきますね。よしよし、結構ね一つが大きいのでもう食べ応えバッチリですよね。いただきます。はい、飲み込みました。いつもならねもっと私ゆっくり噛んで飲み込むんですけど、お待たせしては良くないのでと思ってね、ちょっとすいません今からお水飲んでいきますね。はい、お待たせしました。このきな粉はやはり大豆製品なので良質のタンパク質が取れますし、大豆イソフラボンも取れる関係で、私たち女性にとってはもう本当特にね女性ホルモンの似た働きをしてくれますから、脂肪燃焼効果とか悪玉コレステロールを抑えてくれたり代謝を上げてくれたりっていうね、こういったダイエット効果得ることができますので、このおやつを食べることでねそういった効果も取れちゃうということで第1位に選びました。これは1袋が 130g 入ってるんですけれども、栄養成分表示が 100g あたりエネルギーが366、タンパク質が 14.5g、 脂質が 6.6g、 炭水化物が 65.3g ということで、結構高カロリー、まあ、高栄養食品ですので食べ過ぎには注意してくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット中でも美味しくおやつを召し上がっていただきたいなと思ってご準備しました。まずは量を測って、そして飲み物と一緒に食べるからね始めてみてくださいね。そしておやつは無添加がおすすめです。今回のお話は以上になります。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。